トイック受けたということで、はい、チャンネルでログインできなかったという方もいらっしゃいました。アビリティーズメジャードというわけですね。得点率を見ることができる。面白いのが次ですね。結構時間配分意識して臨んだんですけど、おかしいっすよね。いきます、はい。あおはようございます。始まりました。もちっちゃんね。さあ、今回はですね、はい、スペシャルゲストです。はい、どうも、国山ハセンです。はい、ハセンさんにおいでいただきまして。来ちゃいました。はい。トイック、受けたということで、はい、いよいよ、結果の方をですね。そうですね。見ていきたいんですけども、はい、大丈夫ですかどうだった？正直、うん、パート7は、はい、解ききれなかったですね。はいはいはい。結構時間配分意識して臨んだんですけど、うん、やっぱり全然足りなくて、はい、パート5、6、まあ、特に6にちょっと時間かけちゃったのかなっていうのがあって、はいはい、7のもうラスト15問ぐらいですかね、はいはいはい、が足りないってなっちゃったので、うんうん、だいぶリーディングのところは回答率低いかなっていう。午前ですか？午後ですか？午後ですね。午後受験、はい、朝は苦手です。苦手じゃないんですけど、はい、ちょっと初めての会場だったとかもあったんで、はいはいはい、余裕持って、なるほど、はい、午後にしたという感じですね。今朝ですからね。僕の動画の中では1年ぐらい一番早く撮ってますから、はい、早いじゃん。これ一番早い時間ですね。めちゃめちゃ朝早く来ちゃいましたね、はい、でもどうでした？会場声かけられなかったですか？会場は全然声はかけられなかったですね、はい、結構皆さん思ってたよりも社会人の方も多くて満席でしたね。お、へえ、はい、学生時代何点だった？学生時代700点台ですね。740とか、はいはいはい、大学4年生ぐらいの時ですけど、はい、じゃあそっからどうなったのか、はい、本番見ていきたいと思います、はい、あれできます？携帯でこう、あ、もうこれでいいですか？はい、あ、これだ。テスト結果、あー、これこれ、ログインログイン、はい、そうですね。 ID は確か、メアド、うちのチャンネルでログインできなかったっていう方もいらっしゃいましたので、あ、そうなんですねいやでもトイックは本当にね、やっぱり森哲さんにもピボットの中でやってもらいましたけど、はい、情報処理能力の高さというかフィジカル的なトレーニングっていうんですかね、目とかそういうとこもかなり問われるなって思いましたね。ログインできました、はい、でテスト結果っていうのが多分下の方かな、丸、それですね、いきます、はい、あー、おー、あーあー、出ました。はい、720ですね。410の320。うわー、ということで800目標でした、ね、まあ、そうですね、720点、また今回到達できずという、はい、まあ、正直で森田さんのピボットの回の後、これまあ受験しますって宣言して、はい、トイックの対策の勉強は、はい、あんまりできてないので、はい、結構みんなそうだと思うんですよね。なんだかんだ直前の対策みたいになっちゃうかなと思ってて、はいはいはい、まあでもしょうがないです、もう実力ですね、はい、リスニングがでも伸びたなっていう感じですかね。そうですね、410、はい、リーディングですやっぱり。そうです、やっぱリーディングが難しいんで、でこれで、お、見れるんですよ。お、本当だ、スコアシート、すごい、そうですね、495分の410がリスニングと、下にビューオールですね、はい、やると下が出てくるので、おー、そうです、ここを今、はい、あ、今分析します、はい、もアビリティーズメジャードと言われるですね、得点率を見ることができるので、このカテゴリーだとどれだけ得点できてたかっていうのが見れるわけです、うんうん、あ、リスニングは全部平均以上ですね、はい、この下が平均を表しているので、うんうん、あー、なるほど、はいはいはい、まず一つ目、短い会話アナウンスナレーションの中で明確に述べられているもの要点、目的、基本的な文脈を推測できるっていうのが、これがパート1、2の、ね、まあ、詳しい動画も出てるんですが、なんでそこが 80%、 で次が長めの会話アナウンスナレーションの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる、これがパート3、4です。あ、これ3、4なんだ、はい、これが65ですね。うん、ここが弱いね、ちょっと平均もまあ低いんで、うん、やっぱりお苦手な人が多いと、やっぱ3、4が必要ですね、うん、で短い会話アナウンスナレーションにおいて詳細が理解できる、でこれがパート1、2ですね、これも、うん、でこれは平均がすごい高い、うん、84なんで、まあ優しい問題が多いんですが、で88取れてると、パート1、2はかなり取れてますね。そうですね、はい、もうこれは本当森哲さんの消去法とか、あ、ちゃんと活かして、はい、3、4に関してもでも悪くないかなと思ったんですけど、4が結構落としたかな、なるほど、はい、次は長めの会話アナウンスナレーションにおいて詳細が、そうですね、66が平均で84と、うん、まあこれも悪くはないですけど、うん、で面白いのが次ですね、うん、フレーズや文から話しての目的や暗示されている意味が理解で、これが難しいんですけど、うん、87取れてるんですよ。ここが高い、すごくないですか、これが高いのがすごいです。
だから2とか3、4の結構レベルの高い問題を取れてるってことですね、これ。僕で、ね、できるんですよ、リスニングは。もう本当にできるんですよ。できてるんですよね。だからこの2つ目だけガンと上がってればもっともっと高い点だったって感じ。まあ単純にあれですからね、800いくためにリスニングも40点、リーディングも40点上げたら800なんで、はい、惜しいなぁ、ね、3、4、もうちょっともうちょっとってこと上げたいかなと思いますね。パート1を落としました。写真のやつ分かんないやつありました。なんか 2,3 もあれ親って一瞬になったものがあったんですけど、うん、基本的には自信持って回答したと思うんですけど、ね、じゃあパート2ももうちょっととるって感じですかね、うん、2を少し上げてでやっぱ 3,4 ですね。ですね。じゃあリーディングきた、いきましょう。ほう、これは平均以下もありますね。ありますね、はい、最初が推測できるですね、うん、あ結構でも72までいける。うん、なるほど。まあ全問が解けてる状態ではないっていうのにしても超えてるので、やっぱ推測は苦手な人が多いので56ですからね、うん、で文章中の具体的な情報を見つけて、これですね、これ平均以下だ。そうですね、61に対して53なんで、うん、53か。そうですね、ここ取れないといけないですね。これってパート5ですか、もしかして。あ、いや7です。セブン、はい、やっぱりセブンなんだよね。セブンはほぼ最後のとこガーってもう解けなかったっていうのが致命的ですね。そこ勘ですら当たってないってことだ。これが取れてないといけないですね、もっと。で次は一つの文章の中でまたは複数の文章間で散りばめられた情報を関連付けることができるっていうやつで、照らし合わせの問題ですね。だ1と3が難しいんですよ、これの。なるほど。1、3がかなり難しいので、これまあまあ平均は超えてるけど、ただ後ろの15問取れてなかったってことは、はい、この照らし合わせ問題入ってるので。そうか、そこまあ落としてますね。だから、ね、取れてない、まあ、もうちょっとやっぱり単純に時間があればもう少し上がるのかなって感じです ね。続いて4つ目が5位。あ、69が平均で76と、まあ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 、パート5、これは5、6、7ですね、うん、5、6、7に単語のあれですね。そうです、単語系ですね。まあでも一応キンフレやったんですもんね。やりました。なんでまあもうちょっと上げられるかな。そして最後は文法ですね、うん、文法見てください、平均78なんですよ。日本ってめちゃめちゃ平均高いです、やっぱり文法勉強してる国ですね。そうです。ただそこの平均にたどり着かなかったですね、75なんで、うん、だから文法はもっと上げなきゃいけない。ただここが伸びしろですので、はい、一番伸びやすい、伸びやすいんですもんね、はい、トイックに出る文法をちゃんと理解してやればできるので、うん、ここをできるように頑張ってほしいですね。そうだな。逆に言うとこれぐらいリスニングとリーディング差がちょっと今課題点としてはもう明確にこうやって分かってるので、うん、まあリーディングにある意味トイックはこうちょっとフォーカスしてやってったらグッと上がりそうじゃないですか、うん、そうですね。まあただ、さっき言ってた40、40が一番理想ですね。ああ、本当ですか。はい、あもうリスニングもガンと上げちゃってリーディングの方がはるかに難しいんで、うん、なので後ろ40点ぐらいくっつけてやれば40、40で800。そうだよな。それが綺麗な、ね、リーディングで、リーディングはもう単語とプラクティスっていうか、はいはいはい、過去問的な問題を、うん、文法も上げてほしいですね。パート5いかに早くやるかっていうので、じゃあ、まあ、デルセンとかって有名な本があるので、はい、パート7終わらなくないですか。普通終わんないです。おかしいっすよね、俺あれおかしいと思うんですよね。だってリスニング終わった瞬間にですよ、はい、まあ、全員がほぼ均等に、まあ、リスニングで絶対差出ないじゃないですか。そうですね、まあ、注意深く聞いて集中して、はい、そっからすぐリーディング行って、はい、パッパッパッて処理していかないといけないじゃないですか。75本ありますからリーディングが。しかも改訂されてからパート7の問題数多くなってませんかね。はい、はい、16年の時に、はい、多くなりました。それで、でまあどん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 難しくなってますし。そうですよね。だから本当に久しぶりに2016年以降初めて受けたんで、ベストスコアにはやっぱりたどり着かなかったので、はい、まあまあ現状維持をしてきたのかなって、うん、ただリスニングに関しては上がってるので、はい、上げられたという実感もありますし、うん、向上してるなと思うので、うん、分かりました。40-40ですね、うん、まずは。でも今のトイックでやっぱりだからハイスコア出せれば自信持っていいってことですもんね。そうですね。それで言うと、はい、分かりました。723、いや、うん、その次だな。毎月ありますもんね。あ、あります、あります。さすが、なんかスポーツみたいですね。はい、そうですね。僕でも友達にも言って、はい、トイック受けた方がいいよって言って、今の方が難しくなってるし、はいはい、そうそう、自分なんか海外行きたいみたいな友達もいたんで、そしたらもう早速申し込んでます。ええー、いいじゃないですか。今一度そのトイックで全員のスコアを可視化させるという、あ、なるほど、普及活動。そして茂木さんと討論する。そうですね、反対派ですから、ね。
今度だからばあさんと、はいはいはい、もう受けるよ。ばあさんと、はい、スピーキングじゃないですか、はい、目的は英語力の向上なので、はい、もちろんスコアメイクっていうのが可視化されるって意味ではいいですし、まあ結局ね、英語できる人はやっぱり受けたら取れるわけじゃないですか。だからまあ取れないわとか、トイック実際そんなに実用的じゃないわっていうのもちょっと逃げかなと思ってるんで、まあしっかり勉強続けてもう一回受けてどれぐらい上げられるのかっていうところを、じゃあまた、はい、結果が出たら分かりました、教えてください。800オーバー目指しますっていうか、はい、あの達成しますんで。達成しなかったら罰ゲームあるんですか？あのこの辺のストカン飲みます。ストカンね、飲める簡単ストカン、ストランが置いてあるんですよ。そう、これ一回飲み配信したんですけど、はい、飲まないんで別に普段一人で、だから配信した後もうおきっぱです。ここにあのおきっぱであるから、いや、モテツなんてないんだ、ずっとこういうの飲んでんのかなと思ったら、もう一切飲まないままもう半年置きます。絶対飲みたくないですよ、これは。これだけは嫌です、ね、これは多分動画的には後に出ますけど、アイドル800いかなかったらおお、追い込んでますね。、はい、まあでもやっぱりそうやってモチベーションをね、はい、維持するっていうのが大事ですから、今回スタートラインだとして、まあ実際森哲さんに教わった時ってまだ正式に受けたスコアじゃなかったじゃないですか、はい、1時間のテストなんでやっぱり全然違うじゃないですか、2時間ってなると。まあ、この集中力を向上させるっていう意味でももう一回はトイック受けようかなと思うんで、なんか決めた方がいいんじゃないですか、ショートバツ。そうですね、まあ800超えたらアメリカ行きます。アメリカに一回行きますね。なるほど、はい、どういう理由かさておきですけど、はい、その上は旅行なのか仕事なのか分かんないですけど、もうでも仕事も自分でこうプランして、あ、なるほど、もう、はい、自分でそれでアメリカ取材なのか、まあ、旅行なのかっていうのを組むっていうのが一つの自分のショーにしようかなと。バツはもうそれ以降のトイックとにかく受け続けるっていう感じ。バツ、なるほど、まあ、ある意味それもそうですね、まあ、毎日勉強してる、視聴者はね、水曜日のダウンタウン的なバツを期待した感じです。退社してるんで、ね、転職は、ね、はい、ありがとうございます。いただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、頑張ります、お待ちください。